ディアバソンの D45B ですが、カスタム仕様にしました。真っ黒のピアノですが、ちょっとここだけ茶色い色を社員がつけましたね。わかるかな、ね、前のよりはもうちょっとね、色は濃くしましたね。茶色っぽい感じが。ちょっと映像じゃ見にくいですが、前のね、カスタム仕様にしたものはもう売れちゃったんですが、ディアバソンありますけども、もうちょっと明るい色、ね。パッと目立つような赤い色に、明るい色にしたんですが、今回もうちょっと暗い色で、作りました。で、ディアパソンのこのモデルはですね、ここが木材なので、できるんですよ。で、ヤマハのこれ U3M ですが、これもね、同じようにこう額柱あるんですが、これね、木材じゃないんです、この部分が。なので、ここは塗装ができないということで、まあ、今回もディアパソンで、やってみました。まあ、真っ黒いピアノね、もういいんですが、ちょっとここにおしゃれにポイントが入ってるといいか、なんか雰囲気いいかなと思いますね。だからこの値段は同じで D45B ですね。値段は同じで、カスタム仕様にしましたので、ご希望の方はお知らせください。ちょっとおしゃれにね、まあどこで買っても一緒かもしれませんがね、うちで買うとこういうカスタムの、加工をできるね、できますのでね。この D45 めっちゃくちゃ音いいんですけどね。すごい音深い重低音。音も良くてちょっとおしゃれに仕上げたというね。さりげなくワンポイントですけどね。で、ここの、譜面のところも、スキンをですね、貼ることもできますのでね、貼った方が高級感出ますから、そういう加工もしますので、ご希望の方はおっしゃってください。ディアパソンの D45B、ちょっと変わったということでね、形というか色が変わったということでお知らせさせていただきました。それでは、さよなら。